皆さんこんにちは。こんにちは。カルチャペック紅茶店の山田詩子です。吉里文隆です。本日はカルチャペック紅茶店のアールグレイについてお伝えします。はい。カルチャペックのアールグレイって、はい、今何種類あるか言える？はい、ここに出ている3種類です。そう、3種類なんですね。はい。で、順番に言いますと、こちらがカルチャペックの定番のね、カルチャペックアールグレイっていうものね。はい。で、こちらが夏限定のパイナップルアールグレイで、こちらがノンカフェインのアールグレイなんですよ。うん。で、吉里くん今ね、ブレンドを担当してるから分かると思うんだけど、はい、私たち今ね、何十種類ぐらい出してるっけ？あ、でも20種類から30種類くらいは常にあります。そうそう、ね、20種類から30種類ぐらいあって、で、定番っていうのはもうこれだけだよね。はい、そうです。これだけなんです、定番。実はあとはこの中身でメッセージティーバッグになったものが定番にあります。で、アールグレイって本当に人気のナンバーワンのお茶なんですけど、うん、アールグレイって1種類じゃないよね。はい。ね、例えばこの3種類にしても、これはね、はい、なんだっけ、ベースが、ルフナを使っています。ルフナっていう紅茶でして、スリランカの紅茶ですね。はい。スリランカの紅茶のルフナというものをベースにしています。はい。で、こちらは、ディンブラというもののベースです。ディンブラって言いまして、こちらは、標高が1500メートルぐらいのところのね、はい、小ざっぱりしたお茶だよね。うん。で、それにパイナップルのビッツ、この、ね、はい、ドライのパイナップルが入ってるんだよね。はい。で、そしてこちらのこれが、ルイボスです。そう、ルイボスって言っても、まあ、千差万別でして、実は私たちは上位数パーセントしか取れないっていう部分、うん、ね、もうそこのその部分だけ使ってるんです。はい。ですから皆さんがよく飲まれているルイボスとはちょっと一味違ってね、はい、なんかこう洗練された、こう口切れがいいっていうかね、はい、なんかこうあっさりしたね、そういう味わいのものを使ってるんです。うん。で、皆さん今ね、この産地が違う紅茶2種類、あとはこれは紅茶ではないノンカフェインのルイボスっていう、まあ、今回はこの3種類で今年はね作っているんですけども、はい、これね本当は何でもありなんですよ。考えてみたら、もう緑茶のアールグレイもありだよね、はい、っていう風にあるんですよね。うん。で、今例えばうちってカボ、すだちやめ茶っていうのが あるんですけど、それもねちょっと本当はアールグレイを意識してるんですよ。わかる？うん。だからやめ茶って本当に美味しい星野製茶園という素晴らしい茶園様からこう仕入れているんですけれども、そのお茶をベースにして、もう和製アールグレイみたいな感じで、それですだちを作ってんの、はい、使ってんの、いいと思わない？うん。で、すだちはあれはなんか何県、徳島、徳島県産。そうだよね。だからすだち由来です。そう、はい。だから国産でのものを使って、うん、国産紅茶ではなくて国産の普通の緑茶を使って、緑茶プラス、うん、そのカボス、すだちか、すだちっていうのは意外と、もともとイギリスの人が、まあ、グレー伯爵って言われてるけれども、ね、ああこれが東洋かっていうのは意外に近いんじゃないかなみたいなことを思ったりとか、うん、まあ、そんなようななんかいたずらというか、そういうのは試みっていうのもしてて、はい、まあ、それは結構楽しいんですよ。うん。はい。だからアールグレイはとにかく自由っていう、そこが私が伝えたいことです。はい。では社長、テイスティングをしていただきたいと思います。はい。まず最初に定番のカレルチャペックアールグレイをお願いします。はい。テイスティングって本来的にはスプーンでするんですけども、カップでやるのが本当に分かりやすいと思うのでカップでやります。はい。これ私が書いた長寿ギガのカップなんですけど、結構煎茶のカップで縁がすごく薄いんですよね。だからすすり込むときに、テイスティングっていうのは飲み下すんじゃなくて、この上顎のところにパッと自分で霧みたいにしてツッってやって、こう吹きつけるみたいにしてやるんですよ。そうすると、うんうんうん、いいところだけじゃなくて欠点も分かるっていうね。しかも今これ常温にしてあるよね。はい。で、常温っていうのは熱々とか冷たいものよりも全て欠点もいいところも分かるっていう。で、ちょっとお食中だったら申し訳ないんですけど、汚い音を立てます。じゃあ行く。はい、ましょう。どうですか？いや、よくで、これ私まあ、各会社でカールグレーって考え方あると思うんですけど、うん、うちの会社としてはキレがいいっていうのをポイントにしてるんですよ。で、だからキレっていうのは何かっていうと、まあ、本来は日本酒用語なんですけども、味が消費するのがスピードが速いってこと。パッと飲んでパッと切るみたいなね、パッと感じてね。うん。いいですか？で、これは、ルフナの中でも特別にこう一心二用といって、上のこう1枚こうピッキングのこうプラッキングっていうんですけど、1,2,3 ってこう今見えてないと思うんですけど、この一部のエキスがたまるこう行くね、先端のところだけを、もうそれだけのね、専門の人っていうか、はい、
トラッカーって言うんですけど、お茶を摘む人にもいろいろなんかこう、ね、クオリティったらですかね、なんかこう能力の差があるみたいで、その、 あの一番いい人たちが20人ぐらいいるっていうふうに言ってたかな、うん、なんかその中の人だけをに積んでもらってるんで、非常にこう綺麗 でしかもエキスがすごくちゃんと濃く出てるのね。なんか結構すごい綺麗な色ですよね。非常になんかこうね、あのいい味になってます。私が言ういい味っていうのは、はい、ただ端的に美味しいってだけじゃなくて、いろんな味の要素がいろいろ散りばめているっていう、ぶられてるね、うん、こうなんか暑い時と冷たい時といろんな、 なんか味の要素がこうダイレクトに1回じゃなくて、もう飲んでる間で飲んだ瞬間また違う味がするみたいな、まあ、そんなような感じで、それに対して乗っけるアールグレイの香料って結構難しいよね、はい、でもこれすごいうまくできてるんですよ本当に。そう、これはディンブラっていうね、これチャインどこだっけ、グレートウェスタン、グレートウェスタンチャインっていうところのものなんですけれども、グレートウェスタンって、すごく昔からの伝統的なチャインなのね。でそれでオールドブッシュっていうのと、中国品種 のお茶の木と、それともっとアッサムっていう、そのアッサム品種っつって、結構葉っぱが大きくて肉厚の両方持ってるんですよ。であのグレートウェスタンのお茶をテイスティングして買い付けするときに、私どうしてもやっぱりね、チャイナブッシュって言ってね、割と日本茶に近いような、あのすごく緑茶に近いような葉っぱのものをやっぱり買ってしまうのよね、うん、やっぱりディンブラって、ディンブラって一言でディンブラっていうのもね、あのルフナと一緒で山頂ある地域の名前なんですよ。狭山とか なんていうんだ、ヤメとか嬉野みたいな、うん、でディンブラってだいたい1500メートルから1800メートルぐらいの標高のところに、まあ、あるわけだけれども、あの全部ディンブラってお茶があるわけじゃないんですよ。茶園によって全部味が違う、ね、あの違うマネージャーがこう転勤とかあるんですけど、スリランカって行ったらそこの茶園の味がすごい変わるんですよ、わかりますか、うん、で工場長が、まあ、変わるとまた変わるっていうね。なのでディンブラが美味しいわっていう言い方もできないよね、うん、あとはグレートベストだったら最高さみたいなこと言えないわけですよ。だからその中でやっぱりベロですよ、下ですよ、テイスティングで自分の大事なお客様には何を今年はディンブラとしてもうね、あのお届けしたいかなってことを、まあ、私は考えて。それでは最後にノンカフェインアールグレイのテイスティングをお願いします。はい、あお願いしますって自分もやるんだよね。あ僕もやります、はい、終わりました、はい、私こそがお願いします、はい、じゃあ行きましょう、最後だから乾杯しちゃう、乾杯、よし。これはね、うん、やっぱりこれルイボスなんで、もう上位数パーセントのルイボスといえども、やっぱり紅茶みたいな、やっぱりいろんな要素っていうのが紅茶に比べて感じづらいっていうのを、やっぱりなんかこう平坦ではないんだけど、やっぱり紅茶と比べてこう跳ねる感じが、まあ私から見たらないんですけど、うん、だけどピースフルなんですよ。いろんな要素が混じってるものっていうのは段階的に味を感じるんで、そこに跳ねるドラマがあって、それをやはりこう美味しいなあってね、平坦なものは平坦ならまずい美味しいよりもそうなっちゃう。だけどこのルイボスは平坦ではないよね、はい、でも紅茶、うちの紅茶がいろんなこう味が感じすぎてて、それに比べてそうだけど、これは先端の部分のルイボスなので本当にあの繊細さがあるよね。でね、アールグレイを好きな人いっぱいいらっしゃるんですよ。アールグレイって本当にそれだけでこうなんかこうアロマテラピーで落ち着くなみたいなのが絶対あるのね。でそれでだけどカフェインだとなんかこう眠れなくなるっていうね、その2つを絶対ね、両方とも何とかしたい、やっぱり大事なお客様の何とかしたい、でそれでできたのがもうルイボスのアールグレイだよね、はい、でもルイボスもとびっきりいいものじゃないと、やっぱりあの紅茶が本当に最高のものを使っているので、やっぱりそれと合わないよね、はい、そういうのがありました。はい、社長、本日のまとめをお願いします。まとまるかな。では本日のまとめです。まず、まとめといってあれですけど、アールグレイにはいろんなベースでやっていいよということですよ。これもう大きなまとめはそれです。でそれぞれの味を細かく説明すると、ね、いろいろあると。人に歴史ありですよ、お茶にも歴史ありですよ、お茶のバックボーンありですよ、ね、まあ、そういうようなことをこれまとめて言いませんけれども、まとめて言うと、まあ、いろいろあるよとね、見たままじゃないよと、まあ 見たままだよと、自分もそんな売らないから見たままだよと、はい、ありますけど、カルチャペックの紅茶はこう可愛いだけじゃなくてしつこいよと、語りが、ね、
まあ、そういうようなことは、まあ、まとめといえばまとめですか。はい、はい、ありがとうございます。いえ、どういたしまして、ね、ではこのチャンネルでは紅茶専門家、まあ、私ですよ、ね、の私ならではのちょっとしたコツというかくどいコツですか、話や楽しみ方をこうね、笑いとやや緊張感ですか、ね、落とし穴ですか、とともにお伝えしていきます。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあ、See you! See you!